783系電車は、九州旅客鉄道の交流特急系電車、ハイパーサルーンの愛称を持つ。国鉄分割免営化後に JR グループ発の新型特急車両として、1988年3月13日に営業運転を開始した。本系列の開発当時、九州地方では都市が点在している都合、高速道路網の急速な整備が進行していた。 こうした背景から、競合だ交通機関は発達しており、本来ならば十分に競争力を持つ特急車両が必要であった。JR 九州が国鉄から承継した485系電車は、最大でも製造後20年程度であったが、サービス水準が低く、また今後の速度向上も望めなかった。そこで新しい設計思想を取り入れた車両として開発されたのが、 本系列である。JR 九州としては初の心臓特急系電車であるが、車両自体の開発計画は日本国有鉄道時代末期の1986年夏にまで遡ることができる。設計には国鉄末期に開発された新しい技術を多く取り入れている。485系電車と比べると居住性は大幅に改善され、また、 時速 130km 運転を前提として設計されたのも特徴である。JR グループとして初の新型車両ということもあり、登場時は大いに注目を集めた。この節では製造時の構成について述べる。軽量なオールステンレス車体が採用された。上空扉とデッキを車体中央部に配し、各車両の客室を前後に分割しているところが、 一般的な車端部に乗降扉を設ける他の特急系車両と大きく異なっている。客室側窓の上下寸法は従来の485系に比べてグリーン車は70%普通車は35%拡大されており客室からの展望に配慮された。先頭車の前頭部は普通構成でスピード感を持たせるため大型の前面窓には50度の 傾斜角が付けられ、客室からの全面展望を可能とするため、運転台と客室との間の仕切り壁を低くすると、共に客室の腰掛け部分の床面を通路より200ミリメートル高くしている。車体断面は211系電車等のステンレス製、近郊系電車と同一とされ、全員着席を前提として、 車体断面を縮小した従来の一般的な特急系車両と比べて車内空間が大きくなっている。車体色はステンレス部分は無塗装で側面層下に赤色と白色の帯が入っている。普通構成の戦闘車前頭部は白色に塗装されているが、雲派の783型は先頭部正面まで帯が回り込んでいるのに対し黒782系及び 黒花782型では、側面の運転席下部で帯が途切れており、正面までは回り込んでいない。また、かもめ用として製造されたグループの先頭車は、前頭部から上高扉までの帯色が水色になっている。また、側面窓の間柱は黒く塗装されており、連続窓風の外観としている。台車は、電動車には、d t 十九型を、制御車、付随車には、 tr235 級型を採用している。これらは205系電車以来採用されている dt50 系 tr235 系空気バネ式軽量ボルスタレス台車に溶断波追加など若干の設計変更を加えたものである。主回路構成。サイリスタ連続位相制御により4個の電動機を制御する。電気値制御用の主回路のほか 堺自制御用の回路を別途備えた多例方式で交流回生ブレーキを可能とする。電動車は一両単位で必要な装備をすべて搭載する 1M 方式を採用した。主回路制御方式としてサイリスタ連続位相制御を用い、一両あたり4個の主電動機を駆動する。主電動機は当時の電車として一般的な直巻規粒子電動機ではなく、 堺地を電気子と並列配置した多例方式としている。サイリスタ連続移送制御に使用されている主制御、整流装置は、二次側に電気子制御用の主回路用ブリッジ整流回路を4つの、他、堺地制御用のブリッジ整流回路を1つを備えており、共に連続移送制御を行って、交流回生ブレーキを可能とする構成である。 このシステムは713系電車を基本としたものだが主制御制流装置の小型軽量化が図られている。ブレーキシステムには電気指令式ブレーキを採用し、回生ブレーキトルクを制御機内で演算して不足分を空気ブレーキで補う電空強調制御である。ブレーキ性能向上により JR の在来専用で初めて最高速度時速 130km に 対応する車両となった。消費電力については415系の約63%である。運転席周りの機器配置も211系電車に順じているが、マスコンハンドルは T 字型となっている。また、ATS 電源を含めすべての表示灯を、景気板左側の多重表示画面に表示するようになっている。ちなみに、 一両単位での多重表示画面は9両までの対応であり、10両以上連結した場合は、編成単位での表示となる。2018年12月現在、編成単位表示に切り替わる定期列車は存在しない。後日装備として、ATS 更新工事の際に、ATSDK の表示コンソールが、運転台右に取り付けられた。視認しやすいように斜め向きに取り付けられている。 全面展望前日のように、一つの車両の客室を二分化することで、グリーン席と普通席、喫煙席と禁煙席、指定席と自由席等を必要に応じて、柔軟に設定できるようになった。一両を二室に分割したのは、輸送単位の小さい地域での短い編成での運用も想定していたためである。なお、分割した客室は下り方が、A 室。 登り方が B 室と呼ばれ、車内放送でもこのように案内されている。この構造のため、揺れの大きい車端部にも座席が設置されている。グリーン室の座席は485系黒ハ481型で採用された横2列1列の広幅リクライニングシートを採用し、各座席は 1200mm 間隔で配置している。肘掛けにマルチステレオ設備を備え、 座席の背面には液晶テレビを設置している。ただし、二次車以降では、剣部の角を切り落とし、客室からの前方視界を向上させている。普通室の座席は、横4列のリクライニングシートを 960mm 間隔で配置している。普通車でもフットレストを設け、床面はカーペット式となっている。1988年度製造の二次車からは、 普通車にもマルチステレオ設備を設けたが、テレビは設置されていない。また、JR 九州の特急傾斜両として、初めて、客室とデッキを仕切る、扉の上部に、LED 式車内案内表示機が設置された。二次車以降では、運転席と客室との仕切り場にも設置されている。なお、この系列では、見えるラジオを利用したニュース配信には対応していない。 自動放送も本系列で初めて採用された。当初はエンドレステープによる放送であったが、後に現行の放送に変更された。なお、当初の放送では、始発直前及び終着直前に JR 九州車かロマン鉄道のフルオケが流れていた。当初備えられていたテレビマルチステレオは、現在は普通室、グリーン室ともにすべて撤去されている。 全商島は従来通りのシールドビームだが、微灯には LED が採用された。本系列以降では JR 及び私鉄の新型車両でも LED が主流となった。LED は白熱電球より低消費電力で長寿命とメリットが大きい。グリーン車にはハイパーレディと呼ばれる女性客室乗務員が1992年6月まで乗務していた。本校では 申請形式、万代区分のみ記すしたがって、定員や設備内容は、現状とは、必ずしも一致しない。1988年から1991年までの間に、軽急重量が製造された。メーカーは、日立製作所、近畿車両のほか、JR 九州小倉工場でのノックダウン生産も行われた。 クモ派783系、モ派783型100番台、クロ派782系、サ派783型200番台本系列は、様々な改造を受けたが、その概要は、以下の通りである。改造前の時点では、ツバメ用7両編成5本、カモメ用青尾車9両編成3本、アリア系、日銀用に4両編成7本系90両が、 在籍していた。リニューアル後のトスオークロハ782系500番台後に登場した787系電車との格差を是正するため、1994年から1996年にかけて以下の改造が行われた。改造はまず有明用から行われ、後にカモメ用にも行われた。その他の改造は以下の通りである。ただし、 モハ783から14、18、サハ783の111に対しては、外観塗装の変更のみ行われ、内装は登場時の原型を止めている。また、クモハ783から5は、リニューアルによる塗装変更の際、塗料の色合わせがうまくいかず、運転室ブロックが金色になっていたが、現在は他社同用原色になっている。 編成表一時リニューアル後2000年3月のダイヤ改正では、カモメに新型新種式電車885系が投入され、これに伴いカモメに使われていた編成のうち5編成が緑、ハウステンボス用へと転用された。この時、以下の改造が行われ、中間車の戦闘車化改造車も登場した。中間車の貫通型戦闘車化改造、緑、 ハウステンボスを並結する際、両編成間を行き来できるように貫通型戦闘車を使用することになったため、サハ波783型100番台の後くらい、側8席を撤去し、台枠を残して、車体を切断の上、817系電車類似の貫通型運転室ブロックを接合したものである。分割併合時間を短縮するため、電気連結器と、 自動ホロ装置が設けられた。また、同時に塗装も変更されたが、営業運転実施中に改造が行われたため、改造が間に合わなかったり、竣工後に別列車で使用されたりしていた。電動車のパンタグラフ撤去申請当初は、クモハ783型の隣に連結されていた、車両を除いて、モハ783型には、 菱形パンタグラフが搭載されていたが、ハウステンボス編成では、電動車同士が隣り合う蘇生となるため、片方の電動車からパンタグラフを撤去し、もう片方から渡り線引き同士により、給電するよう改造が行われた。種車はすべてモハ783型0番台で、モハ783型200番台と、同300番台の組み合わせとなっており、 隣接する電動車間ではり線を引き通している。外装の変更、緑、ハウステンボス編成前車に対して、車体塗装の変更及びエンブレムが取り付けられた。また、ハウステンボスは、非貫通戦闘車の前頭部が赤色に変更された。ただし、車体塗装の変更は2000年代夜改正の時点では、前車に対して完了しておらず、しばらくは、旧塗装との混成が見られた。 なお、この改造は、当初4編成に対して行われたが、翌2001年には残る1編成にも行われた。グリーン室の改装黒羽782系500番台では、同100番台と同様、グリーン室の内装を木目調のものに変更する工事が実施された。第3次リニューアル改造後の車両長崎県佐世保市のテーマパークハウステンボスが2017年に、 開園25周年を迎えるのに合わせ、本系列の内特急、ハウステンボス用の4両編成5本について、リニューアルを行うものである。車両の内外装のデザインは、三頭家エイジが行い、外見は、オレンジとゴールドの塗装ベースに、車両のロゴマークや、エンブレム、7つ星県印器にあるようなデザイングリルを設置する、予定で、内装は、車内も刷新し、天井や床は、 木目調の材質にすることで、暖かみのある内装に仕上げる。車両連結面転落防止ホロ設置工事開始された。最初の編成は2017年3月18日より、運転を開始し、残りの編成も2018年度中までに順次、改造された。1996年3月改正後、QCM1 から8編成は、カモメ用。 QCM10 から16編成は有明用だったが、2000年3月改正で編成内容は大幅に変更され、概要は以下の通りとなった。これに合わせて、QCM1、5、7、15、16編成は一部現車の上で、増結用予備車4両とともに、大分車両センターに転出したが、翌2001年3月改正で、南福岡車両区に復帰した。 2015年現在、5両編成が6本、4両編成が14本、波動用中間増結車が4両の合計90両体制となっていたが、波動用中間増結車4両は2016年10月から11月にかけて廃車改装され、同年12月より解体工事が始まった。1988年非電化時代にディーゼル機関車牽引で、 高飛本線に乗り入れた783系、ハイパーカモメ1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、波動用の2両を増結した8両編成の、 鴨モ1999年2000年2001年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2011年2013年2014年2015年2016年,2016年2017年2018年以下は2021年3月13日時点での状況を記す出発を待つ博多駅 ドリーム日林783系は JR 九州発足後に初の自社開発による特急系車両であり JR 九州の電車特急で運用されたフラッグシップ的存在であったが1992年に787系電車が登場して以降新型特急車両の投入が相次いだためにたびたび運用が変わり2000年以降は緑とその並結列車及び 日豊本線での運用があるになっていた。2011年3月12日の九州新幹線全線開業に伴うダイヤ改正では、それまで783系で運行していたカモメの内長崎駅発着の列車をすべて787系に置き換えた上で、緑との並結運転を終了したことや、カモメ用の編成は787系とともに、日輪など、 日豊本,本線系統に残っていた485系を置き換え、従来の日林用編成は主に博多駅発着のホームライナーに相当する列車に充当するといった運用の変更が行われ、783系は川内エクスプレス、ソニックを除くすべての JR 九州在来線電車特急に使用されるようになった。なお、783系はこれまで、 JR 九州の電車特急が乗り入れていたことがある。交流電化区間全てに定期列車として乗り入れた実績がある。その後もダイヤ改正ごとに細かい運用の変更が相次いだが大きく動いたのは2021年3月13日のダイヤ改正で日本本線での運用が終了。これと共通の編成を使用していたカモメ。 ひらめきも廃止あるいは7 8 7系への置き換えが進み、5両編成での運用がなくなった。現在使用されている列車かつて使用されていた列車所属すべての車両が南福岡車両区に所属している。現 CM31 から35編成、模波783から8.1418、サハ783から110.111は2000年3月に 大分鉄道事業部大分運輸センターに転出したが2001年3月に再び南福岡電車区に転入したその他の車両は新生児以来転属していない編成記号 CM の C は783系を M は南福岡車両区所属を示す記号であるなお現在 CM34 編成は CM1 から5編成 CM35 編成は CM11 から15編成と共通運用のため、便宜上 CM34.35 編成は、それぞれのグループに含めて記載する。編成及び運用車両番号の太字は、行き先表示器が LED 式、バツは×は行き先表示器なし、タは字幕式行き先表示器、列車方向はすべて、 博多駅基準黒派782から407一時リニューアルにおいて増欠者となった佐波783の111、旧日輪編成から減車されたモハ783から17常日の組み換えにより編成から外されたモハ783から14、18は予備者として南福岡車両区に留置してあったが 老朽化を理由に2016年9月29日から11月30日にかけて、もは783から17を皮切りに、廃車改装が実施された。そして、同年12月2日よりモハ783から17の廃車解体が開始され、年内には4両すべての解体が終わった。ありがとうございます。